帯広空港、帯広空港、帯広空港は、北海道帯広市の南東部に位置する特定地方、管理空港である。国、国土交通省が設置し、帯広市が管理する。愛称は、十勝帯広空港。十勝平野の中心都市である、帯広市の中心部から南に、約25キロメートル、太平洋岸から約30キロメートル内陸の、畑作地帯。 同平野のほぼ中央部に位置し、西には日高山脈、北には大雪山系が広がる。滑走路は17、35方向に延長2500メートルのものが設置されているほか、平行誘導路及び幅300メートルの着陸帯を有する。軽気着陸に対応しており、軽気着陸装置、ILS は滑走路35側にカテゴリー I が設置されている。 エプロンには大型ジェット機用にバース、小型ジェット機用にバースがあり、他に小型機用のスポットも有する。なお、ボーディングブリッジは3機を備えている。乗降客数は2001年をピークに定期便の乗降者数が減少に転じており、2003年に70万人を割り込んだ後は60から65万人程度で推移している。なお、 減少傾向については2011年3月27日にエアドゥの東京線が新規就航し日本航空との競争効果で利用者が増えたことや国外チャーター便の復活もあったことから同年度の乗降客数は前年度比3.2%増となり3年続いた減少に歯止めがかかった特に春季から夏季にかけては周辺の気候が安定するため 主に同等にある周辺空港の気象条件によっては大体の役割を担うことがある。1937年、帯広市の西南5キロメートル、現在の帯広駐屯地、十勝飛行場の位置に開港した。帯広市街地が資金にあり利便性に優れた空港であったが、騒音問題や拡張工事が困難であることが、ジェット機の対応、ジェット化の障害となっていたことから、 1981年に現在の位置へ移転するとともに、ジェット化がなされた。空港ターミナルビルは滑走路西側に一棟設置されている。黒川気象が設計した同ビルは、十勝平野の田園風景にマッチした色調に、飛行機の翼をイメージした外観をなしている。また、ビル正面には、ビルとイメージを合わせたサイロ型の時計塔が設置されている。なお、 同ビルは、十勝管内の全市町村と航空会社及び企業、金融機関を株主とする第三セクター、帯広空港ターミナルビル株式会社によって運営されている。建屋は地上3階、地下1階建てであり、このうち地上1階から3階が旅客エリアとなっている。また、無料の駐車場は約660台が確保されている。なお、 空港施設や駐車場の管理、緊急業務を含むは、帯広空港ターミナルビル株式会社、株式会社セノン、帯広通商株式会社共同企業体が、運営者、帯広市から住宅している。2006年12月6日、報道ステーション、テレビ朝日でバニエイ競馬存続問題が特集された、際に制作されたバニエ馬のオブジェが、放送終了後に寄贈された。 2017年3月より従来のターミナルビルの北側に国際線に対応した増築部分を共用開始。外観は十勝平野を流れる川をイメージし、国内空港では珍しく国内線と国際線を併用できる構造となっている。国際線の使用時に増設部分は可動式の壁で仕切り、国内線と国際線の完全分離が可能となった。 2018年3月には搭乗橋を1機、増設し3機体制となった到着ターミナル1階に送迎受付カウンターがあり、空港駐車場外側に営業所がある。店名はいずれも帯広空港である。航空会社が2社以上の場合、最善の航空会社の機材、乗務員で運行する共同運航便、コードシェア便、 帯広東京国際空港便は長らく旧ジャスの単独運航となっていたが、1997年の羽田空港発議枠拡大の際に旧ジャルが参入している。なお、この時点では ANA も参入の意向を示していたものの、他路線の参入や既存路線の増便を行うことを優先し、帯広線参入を見送っている。一方、 エルデューも帯広市の出資を条件に、道路線への参入の意向を示していたが、事実上の参加に収めている ANA が乗り入れて、おらず同社、または自社の地上設備や要員が配置されていないことや、準備期間が不足しているとの理由で2004年度2005年度の2度に、渡り、就航を見送ったが、2010年10月に予定されていた羽田空港発疑惑の拡大に際して、 東空港への路線を最優先で開設する意を示した後、2011年3月27日から1日、3往復が就航し、久々にダブルトラック体制となった。なお、東空港は、エルデューが道内で5番目に就航した空港となった。国際線の定期路線は就航していないが、従来からチャーター便としての運航は断続的に行われてきた。 最も多かった2005年度には332便が運航されたが2010年度には13便にとどまるなど近年は減傾向にあるが帯広市や観光業関係者による誘致がなされている。なお、東日本大震災など災害の影響により上半期の就航実績がなかった2011年度については10月以降に台湾のトランスアジア航空から41便及び チャイナエアラインから14便が運行、または運行予定であるなど、約60便の運行が見込まれている。国内キャリアにおいては、エルデューが2013年11月頃に運行する、近隣の国外、ソウル、台北などを想定への国際ジャータービンにおいて、出発地の候補として、東空港や新地歳を検討していることが、こうされている。 定期路線については2011年現在、トランスアジア航空が北海道内の他の4空港への路線と共に2012年春の就航を表明しており、当初尾広には週1往復の就航を予定していたが、東空港への就航は見送られた。空港に付帯して複数の関連機関が設置されている。敷地内に独立行政法人航空、 大学校帯広文庫が設置されており、民間航空の操縦使用性を目的とした教育を行っている。北海道警察は航空隊の本体がある岡玉空港から日高大雪山系により隔てられた同等地域におけるより迅速な対応を行うことを目指し、2008年4月に航空隊帯広文献隊の運用を開始した。地上施設は ターミナルビル運営会社が建設した施設を同系が借用し、ヘリコプター1機、大雪1号、2008年4月時点と隊員を常駐させている。なお、同体の管轄地域は、航空隊の本体と共に、同系管轄地域の全域となっている。新千歳航空速攻所帯広空港出張所が設置され、業務は6名の所員が受け持っている。 業務実施時間は午前7時30分から午後9時である。2000年12月より空港気象観測システム Amos の運用を行っている。旧、帯広空港の開業を1964年と同時に帯広速攻所帯広空港分室として業務を開始。1967年に帯広空港出張所と解消した後、 新帯広空港の開港、1976年と共に移転した。さらに、2006年に実施された、気象庁の組織変更に伴い現在の名称に変更されている。国土交通省東京航空局帯広空港、出張所が飛行場管制を行っている。帯広駅からの所要時間は約40分である。 帯広市内から国道236号線を南進、帯広市大正町から北海道道109号新帯広空港線を経由し、約35から45分。帯広広自動車道幸福 IC から北海道道1157号幸福インター線を東進、北海道道109号新帯広空港線を経由し、約5分。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。